どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。今回ですね、私が今このようにね、動画を撮っているんですけれども、ですね、私今脱獄という、その OS みたいな、書き換えというか、改造みたいなのしてるんですけれども、それがですね、脱獄というですね、特殊なやつをやんなくてもこのように動画が撮れちゃう方法がですね、リリースされましたので紹介していきたいと思います。まずですね、このように、サファリを開きですね、M4iOS かな、 M4iOS というのをクリックして、一番上のねやつを、タップしていきます。そうするとですね、このような画面になるので、こちらのなんか黒いゲーム画面、ゲームのねやつをインストールをします。そして、こう確認画面が出るのでインストールするとですね、再試行できなかった場合は再試行してください。はい、再試行を繰り返します。ですね、おそらくその再試行という、そのダウンロードが完了できませんという表示が出るときはですね、おそらくダウンロードする人が多分今混み合ってると思うんですよ。混み合っているので、そのダウンロードができないという形になっているんだと思います。はい、ちょっと読み込み中、長いですねこれ。今早送りをしています。長くいっております。来ました。来たので、これを開いていきましょう。続けるをします。OK、押しておきますか。そうするとですね、今ダウンロードできるものがこう表示されますので、一番上の iLEC ベータというのをですね、現在ダウンロードできません、はい完了、 iLEC ベータを置きます。そうするとインストールというのが出るので、インストールをしましょう。インストール、これも再試行ですね。ここ始めます。どうぞ。はい、そうするとですね、アイレックがダウンロードできました。はい、開くとですね、はい、OK をここで必ず押しましょう。ここで例えばね、例えばテストとか、でもスタートレコーディングってやれば開始されるので、ぜひですね、クラッシュオブクランであったり、パズドラ、例えばこう、画面を使ったゲーム実況とかね、皆さん、したいことしてもらえばいいかなと思います。最初のね、最初にテロップが出た通り、これ、ちょっと非公式のダウンロード仕方なので、アップストアを介さない非公式の、アプリダウンロードなので、こちらは完全なる自己責任でよろしくお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。